どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。日本が誇る偉大なるボクシングの世界チャンピオン具志堅用高、 WBA 世界ジュニアフライ級を13度も防衛し、その記録は未だ日本人男子世界王者の最多記録である。故郷である沖縄を越えて日本屈指のボクサーで、そして引退後のタレント活動でも凄まじい知名度を誇る。そんな具志堅用高の試合である意味最も強烈なインパクトを持ち有名ともいえるものが、1976年10月10日 WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、ファン・ホセ・グスマン戦です。この試合はそれまでに5万試合ものボクシングの試合を見てきたという香川照之にしてナンバーワンと言わしめるほどの劇的なものだったといいます。この試合、当時21歳の具志堅用高は日本中の人間から絶対に負けると思われていたといいます。対戦相手のファン・ホセ・グスマンは当時22戦21勝 18KO、 しかもその 18KO のうち11度が1ラウンド KO という衝撃の強打者。事実としてその試合の前の公開練習ではヘッドギアをつけて14オンスという大きなグローブをつけているにもかかわらず、スパーリングパートナーをドカドカと倒してしまったといいます。そのあまりの破壊力からつけられた異名が、ゾウを倒すパンチと言われたヘビー級の名ボクサーになぞられたリトルフォアマン。その時点で具志堅用高はプロで8戦しかしておらず、世界ランキング10位、試合会場は山梨県甲府市山梨学院大体育館。新チャンピオン誕生の期待を持てないと言われたこの試合は、世界タイトル戦としては異例の地方都市での開催となったといいます。しかもスパーリング用のリングはチャンピオンにしか与えられず、具志堅用高はやむを得ず近くの娯楽施設でトレーニングを積んだといいます。グスマンのあまりの破壊力を目の当たりにした具志堅用高は夜も眠れずに、ひたすら試合をし追い詰められるイメージが脳裏に繰り返され、トイレの行き来をする回数だけを積み重ねていたといいます。具志堅用高は当時8戦8勝 5KO、 あまりにも無謀ともいえる挑戦が始まりました。第1ラウンド、飛び出す具志堅用高に迎え撃つグスマン、かなり近い間合いで右ジャブを飛ばす具志堅用高、一瞬のグスマンの右アッパーが空気を切り裂くような鋭さ、そしてチョッピングライト、左右フック、重たい音が場内に響き渡ります。さらに強引な右フック、しかし具志堅用高を負けずにフックを返します。ここまで見る限り破壊力では雲泥の差があるように思われます。そう思っていたら1分過ぎ、飛び込んでの左ストレートがグスマンの顎を捉えます。まるで交通事故のような鋭さ、さらにボディ、負けていない、具志堅用高は決して負けていない。飛び込んでの鋭い左右、空間把握能力、間合いという意味では具志堅用高が上と言っても間違いないでしょう。ワンツーの打ち合いから2分過ぎ、具志堅用高の左右フックの4連打、強い、グスマンのオーバーハンドの右にも確実にガードして、それに慣れてきているように思われます。2ラウンド、開始早々から右フックからの左ストレート、それがグスマンの顎をまともに捉える場面が繰り返されます。グスマン、ここまでほとんど手が出せていませんと思っていたら、50秒でグスマンの何気なく出されたような右で具志堅用高がよろめく。化け物で本当に一発の破壊力のものが違う。しかし接近してくるところに回り込んでの右フックというお手本のような回避術で見事にその危機を出します。この試合、右フック、それがグスマンが見えていない、そこは焦点になるでしょうと思っていたら1分半、左フック右フック
右アッパー、そこからの正面に向けた右フックからの左フック、それが同じく左フックを振ろうとしていたグスマンにレフトクロスの形で顎をつぶる、体を半回転させ劇的なダメージとなり膝を折らせることになります。しかしそこでダウンという断絶、左フック左ストレートでロープに吹き通し跳ね返ってきたところに右フック左右の6連打、すでにグスマンの体勢は完全に崩れていますが、構わずロープにのしかかっているその顎をめがけて渾身の右アッパー、その一撃でグスマンをロープの外に叩き出す。なんだこの一撃、具志堅用高、あなたは高村を守るか。試合続行、具志堅用高が詰めてグスマンの右に左を合わせる、さらに左右の連打連打連打、しかしグスマンも答えて紙一重でかわすという高等技術を見せつけます。さすがにグスマンも一発がある、あまりにも前かがみは大丈夫なのかと心配になります。しかし具志堅用高は構わず体ごと撫で出すようなパンチの連打、コーナーに追い込み右フックで吹き飛ばし、さらに畳みかけてアッパーの連打から左ストレートをカウンターでぶち当てて、とどめや右アッパーで再びダウンを奪います。サンドランドは初っ端から接近性の打ち合い、その中で狙って一発の左のカウンターで効かせる、そして今度は反対のコーナーに追い込んでショートの本当に鋭い左右のストレートの連打でまたも膝を下る、本当の人フックアッパーすると何でもできるの。なんと濃厚な7分半か。しかしそこでやや失速したところで2分過ぎ、グスマンの飛び込んでの右からの左右左のフックがまともにカウンターの形で具志堅用高の顎を打ち抜く、ガクッと、そこを狙ってグスマンが左右フックアッパーで猛然と襲いかかる、しかしそれを具志堅用高は見事にかわし逆に右ストレートをカウンターでぶち当てる、壮絶な戦い。4なんだ、具志堅用高が追い、グスマンが下がる展開、1分近くでコーナーまで追い詰めてやはり左のカウンター、ようやく気づいた具志堅用高とは初めのこの宮田一郎のようなカウンターファイターだ、待つことはせず自分から攻めていき接近する中危険な一発を狙う、それが1分半で炸裂し左右のフックからコーナーに追い詰めカウンターを炸裂させ外に出す勢いでロープに張り付きにする、そして一瞬離れたところで相手を前に出させて、そこで右左のワンツーで下半身が吹き飛ぶほどのダメージ、ダウンを奪い取る、追い詰め左ストレートの連打、無尽蔵のスタミナ、この男は永久期間でも積んでいるというのか。ご覧のガンガンプレッシャーをかけていきボディと顔面に見事に打ち当て、終了間際コーナーに追い込む。6ラウンド、前回多少勢いを抑えたせいか動きはまた軽快になっているように思われた、右ジャブの連打から振り回してくるフックの一つを取って左フックのカウンター一戦、そして2分近くでボディの連打、それが効きアッパーからのストレートでさらに追い込む、そこから天空に届くようなものすごい右アッパーカット、ボディが嫌う。7ラウンド、先行のような右ジャブから左ボディ、そしてさらに右アッパーの連打から同じく先行のような左ストレート、右左のアッパーカット3連打、そこに左フックのフォローを加え、グスマンはマットに崩れ落ちるように倒れ込む、そのまま大の字、上半身を起こしますが首を振って起き上がるのを拒否、完膚なきまでに完全な形で無敵のチャンピオンをコッパみじんに打ち砕く、その最後のアッパーカット、その神々しい姿はまるで典型を指し示す先駆者のようにすら映りました。ここから具志堅用高の冠は自伝説が始まります。試合後に本人が語ったというワイヤー冠は死にない、自分は冠はしになりたいというその
言葉の通り、私はこれからも世界を震撼させた日本が誇るべきボクサーたち、それを皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひ高評価やコメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。